マリーアカテリーナ・ブリニョー・レ・サーレは、モナコノ己三世の妻。フランス語名は、マリー・カトリーヌ。フランス王族のコンデ公、ルイ・ジョゼフの長年の愛人であり、モナコ公と死別後、コンデ公と再婚した。グロポリ公爵、ジュゼッペ・マリーア・ブリニョー・レ・サーレとマリーア・アンナ・ワルビの、一人娘。父方祖父、ジョバンニ・フランチェスコ・ブリニョーレ、サーレ、母方祖父、 フランチェスコ・マリーア・バルビは、共に、ジェノバ共和国の原始経験者であり、父母双方ともジェノバ屈指の名門家系の出だった。父が、ジェノバの中仏大使だったおかげで、幼い頃から、パリやベルサイユを頻繁に訪れていた。1755年モナコ公、己三世との縁談が舞い込んだ。モナコ公はもともと母の愛人だったが、その娘、 カトリーヌの美しさと相続財産に惹かれて結婚を決めた。婚礼は1757年6月15日、ジェノバで代理結婚式の形で行われた。腰入れは波乱含みとなった。カトリーヌは一軍のジェノバ貴族に付き添われて小舟でモナコの養生まで赴いたが、花嫁一行の期待に反して、花婿は妻を迎えに来なかった。 モナコ公は君主であるため貴族出身の妻よりも上位であり、従って花嫁側が自分の宮殿まで挨拶に来たるべきだと主張した。花嫁一行の方もカトリーヌはジェノバの事実上の支配者の家系であるから、カトリーヌの身分は夫と同格であると応じて挨拶には赴かなかった。花嫁を乗せた帆船は洋上で何日も立ち洋生していたが、やがて、 花婿花嫁双方で調停が成立し、両者は海と陸地の中間地点である桟橋の真ん中で対面した。美しく魅力的なカトリーヌは、初めのうちは夫を深く愛し、間に二人の息子を設けた。しかし、モナコ公は政治問題を理由に妻を置いてパリへ向かい、カトリーヌが遅れて到着した時にはすでに愛人を抱えていた。1765年。 カトリーヌが王族のコン月公ルイ・ジョゼフに言い寄られ、愛人関係になったことは、パリの大ニュースとなった。モナコ公夫妻は別居し、それぞれの愛人と同居した。1769年までに、カトリーヌはコン月公のパリの邸宅ブルボン宮殿の一翼を構成するオテルドラ製を住まいとした。1769年、父が亡くなり、 カトリーヌが財産を相続すると夫がモーナコへの帰国を強く求めるようになったため、カトリーヌは隕石のルイアンドレド・グリマルディが司教を務めるルマンの修道院に避難した。1770年1月9日、コンデコーは自らの政治的影響力を行使してカトリーヌと夫モナコ公ーの法的離別を成立させ、彼女の財産権も確保した。 夫モナコ公は二人の関係を了承し、カトリーヌに二人の息子との面会権を認めた。王妃マリー・アントアネットは、コンデコーと愛人モナコ公妃の関係を不道徳と非難し、カトリーヌのベルサイユ宮廷への出入りを禁じた。カトリーヌは1777年、自らの住居として、ブルボン宮殿の近くにオテルド・モナコを建てさせた。フランス革命勃発後、コンデコーと共に、 ドイツのコブレンツに亡命。コブレンツのエミグレ宮廷では、プロバンス博の愛人バルビ伯爵夫人、アルトア博の愛人ポラストロン伯爵夫人と共に、女主人役を務めた。カトリーヌは、コンゲコーの率いるエミグレ軍に多額の資金援助を行った。コブレンツのエミグレ宮廷が1792年に崩壊すると、二人はロンドンに亡命した。 1795年夫もなここがパリで死去した。1798年10月24日、カトリーヌはコンデコーとロンドンで結婚した。二人の婚姻は10年間秘密にされ、婚姻関係を公にしたのは1808年12月26日のことであった。コンデコーに先立って1813年ウィンブルドンハウスで死去し、在英フランス人が建てた。 サマーズタウンの聖アロイジアス教会に埋葬された。最初の夫もなコウコとの間に二人の息子があった。ありがとうございます。